JR 貨物 30D 型コンテナは、日本貨物鉄道が製造した20フィート、有害コンテナである。両側側扉、片そば目扉の味方開きであり、内容積30立方メートル、最大積載量は8.8トン。外販に、対抗性鋼板を使用している。外観は 30C 型コンテナに準じた、JR フレットと称される、フロンティアレッド1色塗りで、 表記類も 30C 型に準じたものとされた。また、環境に優しい鉄道コンテナのステッカーが貼られている。内装は 30C 型をベースとしつつ、床面にクッション材が敷かれるなどの改良が加えられた。JRF マーク廃止後のデザイン 30D-288-200 番以降は、塗装が大きく変更されており、赤紫色を基調としている点は従来と、 変わらないが、JRF マークと白線が廃止され、右上に JR 貨物の文字が入れられている。つまめん右上にも JR 貨物の文字がある。また、キャッチコピーのステッカー貼り付けも省略され、エコレールマークが貼り付けられ、既存のコンテナもエコレールマークのシールを順次貼り付けた。2006年に東急車両製造和歌山製作所にて100個製造された。 2013年度に総合車両製作所和歌山事業所にて101以降の番号が増備されている。2020年1月5日、現在249個が保有されている。2019年7月現在、アスベストが含まれている1から100までの廃棄処分が進んでいる。ありがとうございます。